我が名はユリコタイガ。マリ。なあ、ユリコタイガです。皆さんこんにちは。なんと今日は盾の体験しに来ました。イエーイ。どんな感じなのかな、楽しみです。本当の侍になる桜百合子でございます。行きます。今日教えていただく荒神さんの皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちなみに早速なんですけど、盾って何ですか？あ、すいませんね、よくある質問ですね。そうです。そうですね、盾とはですね、映画や舞台などで、やっている戦うシーンの芝居のことを、盾と言います。なるほど、じゃあよく見るシーンですかね。そうですね、あの刀を使って戦っているシーンとか、サムライシャンプーとか。そうそうそう、なるほどですね、はい、おーすごい。時代劇のことを、時代劇で使われているアクションシーンのことを盾と言って、あとあの現代劇だと義刀って言います。ということで、皆さんは侍ですか？侍です。すごい。じゃあちょっと待って、じゃあ私も今日は一日で侍になることはできるということですかね？そうです。すごい。それごめんなさい、マジで外国人の夢だからさ、そう、ちっちゃい時から感じ。いいです。わー、素晴らしい。ということで今日は本当一日侍になれるということですかね。わー、すごい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。楽しみですよ。じゃあまずは、とりあえず抜刀して刀の握り方を教えしましょう。はい、お刀を抜くのを抜刀。一番いいリアクションこの時に切っ先がこう下に下がらないように狙ったところに行くように、このまままっすぐ対象の空間についていく。でも何か、はい、バトンをこっから正眼かない足を入れ替えて、はい、次、はい、右足を下げて抜く、はい、足を入れ替えて左に手下げる、うん、歯を返して右切りやる、はい、足をまた入れ替えるよ、はい、右側に切って右切り、見てる方が足でいいか、歯を返して左切りやる、はい、ここから足の腰、相手の腰の部分を使っていきます。右すり平行に、はい、歯を返して
左水平で、うん、そうやって右足を出しながら右に流る左右に行こうと、うん、で、ちょっともう左このちょんまげ侍をやってから、はい、でしゃがみながら、しゃがみながら、この時に右膝を立てようか、そしたらそっちの方が多分やりやすい。28、フライ立ちの構え。すごく楽しかったし、思ったよりすっごく思ったよりハードでした。なんかそのちっちゃい動きとか左右、特に足を動くときに忘れたりとか多くて、思ったより多くて、でプラスで演技をしなくちゃいけないから、そうなんかすごく何回もパニックに入ってて、あできないできないできないかなって思ってたんですけど、みんなすごく優しくて演じしてもらって、最後にちゃんとやっとさくらゆり子になれたな感じしました。今日はありがとうございました。あとはね、そうですね、外国人もなんか侍みたいになりたいだったら、やっぱりこれを勉強してからもう一回、私もやってたの侍コスプレをもう一回ちゃんとやりたいなの気持ちがすっごく増えたんですよ。今これを知ると、他の写真を見ると、これ間違ってるこれ間違ってるこれ間違ってるって、なんかすごくうるさい人になりそうから、なんかみんな一緒に頑張りましょうね。はい、私の盾はどうでしたか。はい、ぜひ皆さんコメントしてください。あといいねボタンしてチャンネル登録をしずにお願いします。またね、チャオ、アリベデルチ。